大連理工大学キャンパス。大連理工大学は1949年に創立された副部級大学。理工科を主とし、経済、管理、人文などの学科も併設されている総合的な大学。略称は大工複数の国家重点実験室も持っている。985校庭、211校庭、総一流の生員校として、 国家重点大学である。卓越大学連盟の聖員校である。中国東北地方随一の大学で、両東半島にある大連に位置する。1949年に、中華人民共和国の建国に伴い、創立された、高科系大学。大学院と19の学院、33の学部が設置されており、在学生は約3.5万名。 前身は中華人民共和国建国直前、1949年4月に開校した大連大学の工学院、リーチボーが大連大学の初代校長に就任した。1950年7月に大連大学を廃止、大連大学工学院は独立して大連工学院に改祖し、著名な教育科屈白川博士が大連工学院の初代校長に就任した。 1960年10月に中国文部省全国直属重点大学に昇格した。1986年4月に大学院が創設。1988年3月に大連理工大学に改名した。日本の大学との関係においては、2013年4月に中国政府認可の下、立命館大学と共同で大連理工大学、 立命館大学国際新域与南県学院を開設した中国の国立大学が日本の大学と学部を共同設立運営するのは初の試みであるなどありがとうございます。